演舞開演。どうも、本日は知らぬ速攻マカと速乾マカ、2種類のマカドリンクに比べてみたいと思います。ただ強いだけの人だと思ったら、パッキーがやってるんですね。こんなの結構難しいです。では、まず速攻マカから作ってみたいと思います。なお、飲み比べという都合上、少々長めの動画になるのはご了承ください。はい、やっぱり全然でした。このようになっております。では、表示されている通りよく知ってから飲んでみたいと思います。では、飲んでみます。黄色の若干メガマックスというものを飲んでいきたいと思います。こちらも、はい、こちらの成分はこのようになっています。若干違いはあるんですけど、若干と関係あると思うんですけど、こちらの方が若干成分が多いですね。違うのかな。では飲んでみたいと思います。味としては、こちらの方は若干炭酸みたいにサッとする、スッとする刺激があって、本当に速攻で目覚めたい人向けっていう、こっちはちょっと苦味というか辛みというか、そういったものがあって、後からじわーっとくるので、後から勢力をつけたい人向けですね。味としてはかも、やはり栄養ドリンクということもあり、かもなく不可もなくといった感じです。ご視聴ありがとうございました。まだ昼間は早いですね。これで元気をつけて、今から頑張りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。